これ違う感想が出てきちゃって、あれだけだったんだけど食べやすいと飲み込み絶対どうしたの。はい、始まりました。はい、サブライティングの時間です。おいしょ。おさん、今日何ですか。今回は、第17回ガオでございます。よいしょ、パー早いですね。早いでございます。はい、今回はですね、なんと、見ていただけると分かると思うんですが、はい、磯丸水産様が提供してくださいました。おお、ありがとうございます。はい、で、この磯丸水産さんで何をやるんですか。ガオ、今回はチームバトルです。お、チームバトル。はい、きた、めっちゃ楽しいやつだ。楽しいやつです。お、今回チーム戦ということでメンバーは誰ですか。今回ですね、一応9人の方がエントリーしていただいてるんですが、はい、ケンスケがめちゃめちゃかっこいい V 作ってくれたみたいなので、はいはいはい、ぜひあの V の方をどうぞ。この感じ、はい、規模感でかくない。規模感もでかくなって、はい、こんな大人数でやるの今回。これ今まで以上に何か起こるんじゃない今回。いや、僕ももう楽しみでしょうかね、今回。え、で、気になる内容というのは何なんですか。これもうこちらレギュレーションの方も、はい、ケンスケがちゃんと V 作ってくれたんで、はい、俺も V の方で見ていただければと思います。決まらないなんなら。まだ何も決まらないだ。ダイヤ。ダイヤ。拙者は引きたかったハートを引いた。エース。ノーバー。クローバーね。じゃあ中距離いきます。誰来ても激しいけど。ほい。うわあ。なんだこれ。すげえおもろいんだけど。ね、ダイヤの方。はい。おお。うん、おお、お願いします。お姉ちゃんとドロップくんね。これだって2016年大食いのコンビじゃん。これ、あ、そうです、いけんじゃないこれ。スローバー、はい、おお、お姉ちゃんとリュウさん、おお、てかケンちゃんの初めて、新しいケンちゃん初めて、初めて前を向かってみて、お願いします。いっ、はい、おお、なんで世界と文部チームです。あ、本当だ。はい、はい、じゃあ、チームで、うん、したいと思います。よっ、失礼します。ちょっと、小林さん、はい、うなぎて、うなぎなんです、今回は。そんな高い食材いいの。もう、今回は磯丸水産様が全て全面協力していただいたおかげで、は
回豪華食材でガオを開催したいと思います。ありがとうございます。本当にで今回もですね、いつもスポンサーさんが来てくださってますのでご紹介させてください。はい、ということで今回もスポンサードしていただきます、はい、神奈川県藤沢市にございますラーメンショップ石川店店主のパンちゃんでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回もそれとですね、あの前回のまさかさんからスポンサーといただいてます株式会社 R プランニングの高橋さんも今回スポンサーいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回ちょっとパンチャンショーだけにしましたね。おっ、おお、じゃあ3枚3人の方にチャンスがあると。え、じゃあ優勝関係ないですか？優勝関係ないです。ああ、頑張った人とか優勝したのは多分こちらから出るんで。なるほど、はい、ちょっと空気読んだんすねなんか分けたんすね、パンちゃん。もちろん負けましたよ。負けたんすね。さらに今回、はい、さらにスタッフ賞。おお、なんだこれ。やっぱみんなでね、いいものを作り上げたいんで。ありがとうございます。いつもすいません、ありがとうございます。みんなでいい動画にしたいなと。スタッフ賞、はい、こんな感じですね、僕は。ありがとうございます。ありがとうございます。高橋さんは？あ、私は、まあ、今回も前回同様優勝者に、はい、賞金を出します。はい、ありがとうございます。今回じゃあ優勝者とかチームなんでね、優勝チームみたいな。優勝チームですね、はい、はい、ありがとうございます。ということはじゃあ僕賞金的には優勝したチームと、はい、あとパンチャン賞が3、プラススタッフさんが1。はい、すごい楽しみでございます。楽しみですね。はい、ということでこのような感じで今回の GAO もお送りさせていただきます。 SFP さん創業40周年磯丸水産さん開業15周年おめでとうございます。おめでとうございます。いつも利用している磯丸水産がなんとおめでたいこの節目を迎えまして、ね、すごいもう長きにわたり私たちに美味しいお料理を提供してくれて、ね、ありがとうございます。これからもたくさんご利用させていただきたいと思います。このような節目にこのような撮影をありがとうございます。創業40周年と言わず100年200年までよろしくお願いします。うむ、拙者を PR 大使にしてくれ学生の頃からたくさんお世話になってます。これからも愛される、居酒屋さん、飲食店さんでありますように、私も今後も長らく愛用させていただきます。あのサーモンの塩辛がめっちゃ好きです。改めておめでとうございます。あ、よかったらあの PR 大使にお願いしますそれではガオー本編始まるよ。じゃあ5秒前カウントダウンからいきましょうか。はい、じゃあいきますね。せーのでいきます、はい、せーの、5、4、3、2、1、スタート。いただきます。いただきます。頑張れ。あ、うまい焼きそば100点。香りがめっちゃいい。柔らかに行く。やわらかい。うん、長い。広いな。食べられない。うまい。ちょっとワクワク。うん。食べやすい。うん。うん。すごい。うん。めちゃくちゃ薄いんだけど、横で見れるから入れ方。これは食べやすいぞ。見とんやつ。これ違う感想は食べたくなったんだけど食べやすいって飲み込みづらい。どう違ったの？やめろ、武士は飲み込みづらい。見れるの欲しいですよね。うん、マックスが食べやすい。確かにちょっと緊張するな。確かに確かに思ってたよりスローですね。こんなにいいね。ありがとう。ありがとう。うまい。
ハンハン。あっちに入ったんだぞ。もう早い。2分切ったぞ。60分戻るんだろ、あれは。状況を見てたら責任が思っちゃうだんだん苦しくなってくるスピードどこだろう。確かマックス落ちなかったかもしれないやめろ許さんか。15分後くらいからもう雰囲気全然違うでしょう。もう今もみんなふわっとしてるけど。全体に変えた。マックス3杯完食。いいよ。それで1、2、3。マジでうなぎふわふわだった。超うまい。最高や。あの。2杯完食。どういうのなんだろうね。3杯ちょっと皿取り返しつかないって感じ。そうや。うん。いいよ。そうそうそう。だいぶアドバーみんな2人とも上手なそう、金ちゃんさ先にうなぎ食べてからあご飯だけでいけるマルシャだけでね知らないわそうだよ、ね、それぞれ食べ方でいおっ、うまい。マックス4杯完食。いいよ。はい、ちょっと、マイクロはね、1個あたり1個見ていいよ。あれはマストなのかな。あー、やっぱり、うん、振られるとやばい。ケンちゃん3杯完食。これってケンちゃんとルッスンの今ペース同じぐらいだよね。マックスが食べ終わってから30秒ぐらいは増えてくるんですけど、うん、食ペースが上がってくる。マックス5杯完食。5分経過です。まだ2分しかなくマックス6杯完食。すごいよ。マックス7杯完食。これ今ケンちゃん今
三倍さ。はい、うん、あ、まあ、ケンちゃん5杯完食です。右から5、5、7です。はい、協力できるか。マックス8杯完食。はい。はい、白っぱい完食。そうですよね、まだ10分。ケンちゃん、6回完食。オブヨ、必勝みたいな感じで言ったの。ヤベースの方が30分。9杯完食。10分経過です。あと5分で中距離の方スタートです。中してきた。マックスが9杯、グッシー6杯、ケンちゃん6杯です。3杯差くらいです。これでどうか作るかするね。そうですね、中距離短距離が走らない。はい、頼む。はい、7回完食。相当他の人のペースが崩してる気がする。ケンちゃん7回完食。うまい。マックス10杯完食。これで僕らが1杯ずつ探せたとしても勝てるというか。すごいっすか。3キロ超えてまだ1杯1分でいってるんですから。とてもないですよ。先にドリンクのストック回ってくらいかな。言ってください。30分で2個ずつでも受けるんです。ストック11回完食。すごいぞ。見たことない自分の配送って。頼む。11回完食。ケンちゃん、最後の食事。ちょっと待って。食べられるかな。大丈夫。
自分可愛くしたもうすぐ迷うどのが怖い怖い怖いプレッシャーが仲間からのプレッシャーですはい、1分早いです。12杯完食。おお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 おロビちゃんの名前どうかしてもらえないかはい、30秒前です。女性陣が強いわけですね。期待してみてあら10秒前です。10秒前カメラに向かっていただきますして大丈夫ですよ。5、4、3、2、1、スタート。おはようございます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 。ユーガーちゃんだけだ。箸の方がいいんだ。なるほど。言ってくれておるのか。あら。でも大きい声から言ってましたけど、もうゴリラモードではないか。あ、疲れだな。よどうぞ。マックス13杯完食。チーム状況、マックスチーム14、星チーム11、ケンチャーチーム11です。これからチーム合計で伝えていきます。はい。向こうのチームは完全にうなぎで別に食べてる。こっちはもう美味しそうに食べる。3人とも美味しそうに食べる。チームだからここは。怖すぎる。アコちゃんいいペースですね。自分のペースで頑張ってくれ。11杯でなかなかだな。すごいのに。19杯。めちゃくちゃ言うな。マックスが目標としてはあとどれ食べて6杯食べたらもう20杯。しかはまだまだありますから40杯。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 
多くいよ、情報戦と新人王に。マックして14杯から出てるんですか。タコ3杯完食。いいよ。あとやばい。タコ3杯完食。今、17、14、14ですか。大丈夫ですか隣僕59分ぐらいの顔しますね。先生っすよ。先生っすよ。先生っすよ。食べ応えあっつ。もうお兄ちゃん2杯変わった状態。1枚は4杯変わっちゃって。ちょっとナナちゃんがペース上がったか。はい、完食。はい、18、16、16です。13歳完食。こんにちは。
22、21、20です。ありがとう、見せてやれ。
10杯完食。それから25、あと9杯完食。この子1杯完食。ああ何もそんな無駄だと。ビビッとあったんや。あと9杯完食。27、27、24です。トラック2杯完食。言うのは全く一致する。ドラコ3杯完食。32、31、26です。
トラコ6杯完食。おー、マックス19杯完食。36、34、29です。ドラコ7杯完食。過去11杯完食。37、34、31。あと12杯完食。エビマヨ13杯完食。38、36、31です。9杯完食。マックス20杯完食。あと12杯完食。35です。
どうぞ。ドロップ10杯完食。44、42、36です。お、お、いざ、16分です。いい報告と悪い報告がある。どちらから聞きたい？いい報告から聞きたいです。いい報告から。本当か？いい方向から悪い方もう限界だもうすぐ限界だなるほどいいぞあと10分あるけどな、うん、いい方向からちなみにいや15杯完食いい方向からもうすぐ限界だうん、44、43、36です。はい、13杯完食。はい、はい。はい、30杯完食。44、44、37です。残り15分です。44、44、38。ドラコ11杯完食。2個進んで46、44、38。45、38です。次は残り13分です。もう一度はい。もし20杯完食です。みーちゃん17杯完食。46、46、39。
46、47、39、逆転しました。46、47、40、残り12分です。マックス21敗監督47、47、40です。47、48、41です。49、48、41です。あ、スタート。今はね、腹が減った。笑うと腹に泣きができた気がする。49、49、42です。残りがもうすぐ8分です。50、51、43です。
18回完食、51、53、44、あと18、ドラゴ13杯完食で、52、53、44、あと18回完食で、52、53、45、残り3分来てます。おー、ガリー殿、ガリーさん15杯完食、すごいな。52、54、45、残り2分です。52、54、46です。13倍から52、54、47、残り1分です。マックス22杯完食、53、54、47、
30秒前です。はい、その前。今より19杯完食よ。20秒前。10秒前。5、4、3、2、1、終了。お疲れ様でした。じゃあ、すぐ結果発表の方に移りたいと思います。第3位ですね。チーム合計47杯で、かこちゃん、けんちゃん、13チームです。3位という結果に終わっちゃったんですけど、でも、けんちゃんが最初からずっと一定のペースを保ってくれて、ずっと引っ張ってくれて、後からリュウさんが追いかけてくれて、チームとしてはすごい一丸となって頑張れたんですけど、やっぱ力及ばずで、でも親丼が本当に美味しくて幸せでした。ありがとうございました。結果3位ということで、非常に悔しい結果に、終わってしまったんですけど、この結果を次に生かして、また今回本当皆さんからいい刺激もらえたので、今後の頑張る励みにもなりましたので、次は勝てるよう頑張りたいと思います。ジェンさんとカコちゃん、めちゃくちゃ心強かったです。そのおかげで普段よりも頑張れたんですけども、まだ全然力不足で悔しい思いもあって、だからもし次回があるんだったら、もっと食べれるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。続きまして第2位の発表ですね。チーム合計53杯で、あこちゃん、マックス、ドラゴンチームです。前半マックスさんがリードを保ってくださって、一緒にこう次から加勢する形だったので、そのリードを守りきれずにちょっと負けてしまったのがものすごく悔しいので、またこのチームで戦う機会があったら、さらに私が力をもっとつけて戦えるようにやりたいなと思いました。でもうなぎはやっぱうな丼って大食いすごいなかなかないので、思ったよりすごいヘビーだったので、すごい貴重な経験ができたので、今後の戦いの糧に生かしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まず、磯村水田様と、あと演者の皆様、スタッフの皆様に感謝でございます。このような規模感はおそらくガオで初ぐらいでかくて、という中でどうなるのかなと思ったんですけれども、行ってみたらめちゃめちゃ楽しいし、大成功だし、なんならうなぎがとにかく美味しかったので、よかったんですけど、僕個人的にはすごいベスト尽くした配数なんですけど、これも2人がいなかったんで成し得なかった結果だと思うので、ちょっと今回1位ではないですけれども、この2人と一緒に戦えたというのは何より収穫だったかなと思っております。ありがとうございました。ぶっちゃけは僕が敗因なのかなって今回感じてて、なんかこういろいろちゃんと言いたいなって気持ちはあるんですけど、ただただなんか悔しいなって気持ちが先行しちゃってて、ちゃんと今言える状態じゃないんで申し訳ないんですけど、ただすごくやりがいのある楽しい企画だったので、またこうやってお呼びいただけると嬉しいなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。泣きたくないんだよ。今回の優勝チームですね、チーム合計57杯で、エビちゃん、武士、うなチームです。うわ、とりあえずこのうな丼めちゃくちゃ美味しかったです。で、今回その磯丸水産さんも15周年っていう、なんかこの節目というかの記念日に、記念の年にこういうガオで大会をやらせていただけたことはすごいなんか嬉しいなって思うし、あとやっぱり一緒に戦ってくれたチームの皆さんと、あとやっぱり私が意識してたのは、その同じ中距離の加古さん、加古さんのこともめちゃくちゃ意識してて、なんか負けたくないなっていう気持ちにこうなんかさせていただけることがすごいありがたいというか、
嬉しいなって思って、今、まあ、なんだろうな、絶対的にもいつものことですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。磯丸水産さんも、ガオのスタッフの皆さんも、本田選手の皆さんも、ありがとうございました。いや、非常にうまいうな丼であった。あ、そうだな。やはり、マヨ殿とガニ殿がいてくれたおかげで、勝つことができた。途中拙者2人に頼って、もっと少ない配数にしようかと思ったから。楽しかった。カニ味噌を食え。今回は、磯丸さんと思って、もうね、カニ味噌で一杯やって、締めにうな丼なんてのお金による余裕がある時だけできるんですけど、まあ、それをね、いっぱい食べれるっていう夢のような企画で、まあ、それはさておきですね、もう本当に、僕は最後だったんですけど、こういろんな人の食べ方をこう勉強して、待ってる時間に勉強して、それがなんかちょっとうまくいった、なんかすごい自分の中でも、チームで勝てたのも嬉しいんですけど、自分の中でもすごいなんか満足いった結果で、楽しかったです。ありがとうございました。じゃあ早速ですが、優勝の大沢様から贈呈がございますのでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。うわぁ、ジェイサー様、さすがに圧倒されますねしかもこの子初めて私を見たんで感動してます。またぜひよろしくお願いします。さあ、いきますか。こなれてるなよだよな。じゃあまずスタッフ賞いっちゃおうかな。スタッフ賞。誰だ誰だ。前回僕でしたからね。そうですね。まあバージョン賞でしたけど。ケンスケ。おお。ケンちゃん。ケンちゃん。じゃあカメラ持ってる。いいよ。でケンとか。カニ味噌引き換えが入ってます。あります。まず1枚目、かごちゃん。おお、おめでとうございます。すごい頑張ってたよ。ありがとうございます。じゃあ2枚目いきます。あこさん。おお、いや最後までずっと箸を取れず頑張ってます。見てください。ありがとうございます。ラジさん、いや、嬉しかった。ありがとうございます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 。いや、嬉しい。あ、なんかずっと笑顔でずっと食べてた。笑顔担当なんで。そうですね。まあ、なんかまで笑顔なのかな。ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあ、いつもの流れですかね、ここは。いつもの流れで、リュウシ君、閉めてください。先輩、先輩。いきなり。先輩。本日、今日何回 ?17 回。第17回が、本当に、演者の皆様も、あとスタッフの皆様、あとスマル水産のスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。次第18回乗船だそうなので、こちらもお楽しみ。よいしょ。
ってから苦しくて、動画を撮ってる最中とかでもやっぱり利用者のことを意識するなって考えて、普段はあんま考えないんですけど、こういう機会をいただけるとより一層こう戦って勝ちたいっていう気持ちが増すので、ちょっと今回は勝ちたいなと思います。本当にあとはもう完全にイベアちゃんしか見てないし、イベアちゃんの心の中は分からないですけど、やっぱり追われてる側としたら、こう一番近い追われてる存在が目に入ると思うので、なのでその2人が結構バチバチしている中で、こう2人の戦いが中心になっているので、私がそこに今回入り込んで、何としてでも3人の戦いになるように勝って立ったという誇りを作りたいです。最終的には結局自分の限界を超えれるか超えられないかで勝ち負けって決まると思ってて、私の場合は対戦相手を意識しすぎると、そのプレッシャーとか緊張感とかで自分の実力を出せなくなっちゃうことが多いので、逆に言うとあんまり意識しないようにしてます。